こんにちは、バンクです。あの今日はね、あのー、ちょっと僕の好きなね、あの、ボディービルダーについてね、語ろうと思うんですけど、あの、ボディービルファンのね、方なら、共感していただける部分は多いかなと思うんですけど、ま、ああの、今日はね、あのー、2005年から2009年までの間ですね、あの、えー、ゴードさんが田代さんを破った年、 から、えー、あの、鈴木正史さんが、あの、勝つ前年までの、あの、選手。これね、あの、ちょっと好きな選手がね、いてね、その時代の戦国時代って呼ばれたんですけど、まあ、その時代の大体のトップ3に食い込んでくる、その、まあ、いわば三強とね、言えるような選手たちがいたんですけど、 今日はね、あの、そこら辺について、あの、僕のね、主観とかいろいろ交えながらね、話していこうと思います。あの、まず一人目。これね、あの、まあ、知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、あの、矢野選手ですね。矢野義弘選手です。あの、この選手ね、僕なかなか好きでね、あの、ほんとかっこいいんですよ。なんだろうな、こう、うん。 ちょっと語弊があるような言い方するかもしれないんですけど、あの、日本選手権の中でもこう、ひときわこう、なんて言うんだろうな、サイズがこう目立つみたいな選手ではないんですよ。ただね、あの、なんて言うんだろう、その、ストリエーションとかね、本当にすごくて、胸とかすごいんですよ。こう、もう密度感がすごくてね、 あの、力入れるとね、線がもう何百本何千本とね、シャッシャッシャッって入るんですよ。それがね、全身、全身そんな感じでね、でも、絞りがとにかくすごくて、もう、なんか、ガッチガチにもう、ね、硬そうな、もう、そんなハードな質感の選手でね、あの、えっとね、なんだったっけな、あの、鋼鉄の男とかね、あの、呼ばれてましたね。 っていう選手がいるんだけどね。その選手がすごくて、あの、なんだったかな。あの、結構初期の頃ですね。あの63キロとかだった時代もう、あの、ストリエーションがすごくて、もう横の選手も結構絞れてるのに甘く見えるっていうぐらいの、もう当初からそんな絞りだったってね、あの小沼敏夫さんとかも言ってるんですけど、<laughs> ま、結局、まあ、あの、168センチで、75キロぐらいのが、あの、筋量まで増やしたんですよ。ただね、矢野さんが75キロまで増やしたのって、ほんとすごいなと思うんですよ。多分、あんだけハードな質感でね、多分、飯食ってもね、おそらくもうほとんど太らないと思うんですよ。その選手がね、あの、あそこまで筋量搭載できたっていうのは、もうほんとに、 本当にね、あの、奇跡に近いようなね、ところがあって、本当に、もう、う凄すさまじい努力を重ねたんだなっていうところがありますよね。あの、プリ、プリーチャーカールとかね、70キロでポンポン上げる、上げるんですよ。で、スクワットもね、まあ、浅いとは言われてますけど、200キロ10発とか、上げてますし、多分今の方が強いのかな。あの、昔、2006年とか、 ぐらい、まあ優勝した年なんですけど、日本選手権を。その年も200キロ10発、もう一番大会前の足トレで、一番絞れた、絞れてた頃に、投げるぐらい、本当に、すごい選手でね。まあ、そういう努力もあって、本当に、やっぱり、うん、そういう面の努力もあったし、で、天性のね、あの、 なんて言うんですかね。ディフィニションって言うんですかね。っていうものも相まって、やっぱり日本選手権をね、2000年と2006年ね。あの、2回勝ってる選手でね。あの、で、この2006年勝ったっていうのがね、すごいんですよ。<laughs> あの、矢野選手って言ったら、一回ね、こう、怪我でね、左上半身が、あの、麻痺しちゃったっていう、あの、ことがあってですね。それで、 ま、ちょっと情報間違ってたら申し訳ないんですけど、それをね、こう、針治療でね、あの、直してね、で、当時2006年って言ったらもう、ゴードさんが一番もう、絶頂期ですよ。田代さん押抑えて勝って、2連覇なるかって言われてた時に、ゴードさんを抑えてね、日本選手権で勝っちゃうわけですからね。ま、あそういう怪我から復帰してね、あの、6年越しにね、それで、絶好調のゴードさんを抑えてね、 あの、二回目の優勝を決めるっていうね、これ本当にもう、すごいですよ。本当に、闘志あふれる選手でね、不屈の選手ですよ。あの、ステージングなんかもね、こう、なんて言うんですかね、あの、どんどん自分から前に出ていくような、あの、ステージングでね、フリーポーズの時なんてね、もうなんか、目決まっちゃってるんですよ、あれ <laughs>。あのフリーポーズの時の顔もすごい好きなんですよね。<laughs> で、二人目がね、あのー、まあ、言わずもがらね、あのー、皆さんも知ってる、あのー、伝説の男ですよ。もう、背中の、ね、日本で一番すごい背中を持ってるね、あのー、末正宏選手ですね。あの、もう、末選手もね、本当に大好きでね、あのー、ね、本当にこう、ね、かっこいいんですよね、とにかく。発言がね。 あの、なんだろうな。この前もちょっと、あれ上げていいかわかんないですけど、まあ、登録者400人ぐらいのチャンネルだったら許されるだろうってことで上げたんですけど、あの、まあ、ボディービルド、モチベーションみたいなやつ。あれ、オフトレ、確かオフトレ2だったかなの、あの、マッスルメディアジャパンが出してるやつの切り抜きなんですけど、あれでね、あの、なんだったかなその、 ステージの照明の光がね、懐かしくなる。そんなオフシーズンですとかね <laughs>、言ってるのもかっこいいしね。確かね、あの YouTube にも上がってるんですけど、多分あれもマッスルメディアの動画の DVD の切り抜きだと思うんですけどね。<laughs> あの、なんだろう、うクラス別でね、2009かな確か。クラス別でゴードさんを抑えてスエさんがね、勝ったんですよね。 まあ、結局その年は日本選手権はゴードさんが勝っちゃうんですけど、うん、っていうのがあったんですけど、その時に,に、あの、えー、確か75キロ級で、えー、ゴードさんに勝った時にね、あの、の、まぁ、あ、なんか感想というか、そういうのをこうインタビューで聞かれて、その時に返した答えっていうのがね、本当に好きでね、<laughs> あのね、 なんだったかな。この前勝って次負けたっていうんじゃ意味がないんでね。あの、おそらく日本選手権の時もゴードさんは本気で来るでしょうし、あの、この前勝って次負けたっていうんじゃ、あの、全く意味がないんで、自分を追い込むっていう意味でもいい結果だったんじゃないですかねっていう、<laughs> セリフをね、残してて、本当にね、もう、かっこいいんですよ。もう、あの、常にね、自分との戦いですよ、あの人は。もう、本当にかっこよくてね。 なんか、ゴードさんとかさ、あの、さっき話した矢野さんとかは結構ね、あの、他の選手のこと言うんですよ。あの、ゴードさんなんかは、あの、結構、あの、なんだろう、う木沢さんとかに、こう、胸薄いねとかね、言うんですけどね、聖 <laughs> さんはもうそういうこと全く言わないんですよ。本当にもう常に自分と向き合い続ける選手でね、あの、なんだろう、もう本当にこう <laughs>、 ね武士というかね、もののふというか、本当に多くを語らない、そんな選手でね、すごい好きなんですよ。<laughs> あ、そうそう、そうそう、そうだ。あの、話忘れてた。あのね、二頭筋を切った時なんかもそうですよ。あの、二頭筋を切った時なんかも、あの、怪我をしてね、あの、もう本当に、 1.25キロプレートなり2.5キロプレートで、もうあの、腕を動かすっていうところから始めたと。で、まあ、それに対してもやっぱり、怪我したことでもやっぱり、自分にまだ持ち、あの、ボディービルを続ける熱意があるのかと。もう、それを確かめる機会になりましたと。うん、そういうね、言葉を残しててね。もう、もうね、渋いんですよ、本当に <laughs>。 もうね、もう、こう、胸が熱くなりますよね、本当に。やっぱり自分も頑張ろうってなりますよ。で、まあ、三人目。これね、もう言わずもがな。2000年代の、2000年代後半のチャンピオンですよ。もう、ゴードさんですね。うん、あのー、ゴードさんといえばね、まあ、もう語るまでもないんですよ。皆さん知ってると思いますよ。 あのね、本当に誰も真似できないようなトレーニングボリューグをね、あの、もう続けてね、あの、ね、片目失ってもボディービル続けるとも言った選手でねあの、本当に好きなんですよね、あの、あの感じ。もう日本に合同さんしかいない。うん やっぱあの、僕がね、ボディービルやりたいって思ったのもね、ゴードさんがきっかけなんですよね。<laughs> あのー、まあ、当時僕がトレーニング始めたのは15歳ぐらいだったんですけどね。あのー、まあ、あの、生きる目標がないと。自分は何のために生きてるんだとね、こう常々考えながらね、ただそれでもやっぱ何をしていいかわかんないんでね、あのー、常々本当に、 もうなんていうかこう、ね、あの、知らない土地を地図の、地図がないままね、あの、歩いてるような感じで生きてたんですけど、そんな時にね、あの、ゴードさんのバースデーのね、あの、出演されてる動画がまあ、無断天才でしょうけど、YouTube に上がってたんですよ。もう今はね、あれ消えちゃってるんですよね。皆さんにも見てほしいんですけど、あれね、消えちゃってるんですけど、 それを見てね、僕、羨ましいと思ったんですよ。普通ならさ、なんかこう、あの、すごいなとか、まあ中には、なんでこんなやるんだろうなみたいな思うと思うんですけど、僕、あれ見てね、こう、羨ましいと思っちゃったんですねで。なんでかっていうと、あの、まあさっきも話した通り、やっぱ僕、生きる目標がなくて、本当に毎日、なんか、寂しい思いしながらね、生きてたんですけど、その時、ゴードさん見て、 あの、こんなに必死になってね、あの、自分の人生かけて打ち込めるものがあるんだって思ってね。あの、それが羨ましかったしね。で、それと同時にね、ボディービルっていうのは一人の男をそこまで、あの、熱狂させるものがあるんだって。ボディービルをやることでしか見れない世界がね、あるんだなっていうことを、あの、その時思ってね、これは俺もやんなきゃいけないだろうっていう。 ふうにね、あの、思ったのがね、やっぱり、まあ、僕がボディービルをやろうと思った。あの、まあ、きっかけ、ちゃきっかけなんですけどね。うん。あの、まあ、それ以前もトレーニングはやってたんですけど、まあ、あの、本当にボディービル。ビールパン履いてステージ上でポーズ取るっていう、もうその競技としてのね、あの、そういうものに興味を持ったというか、自分もやりたいと思ったのは、やっぱりゴードさんが、 まあ、きっかけだったんでしょうね。うん。まあ、そういう意味でね、やっぱり、あの、ゴードさんのトレーニングなりね、否定される方多いですけど、やっぱりね、あの、素晴らしいですよ。あの精神から見習うべきものっていうのは多くありますよ。あのね、あれを真似してもでかくならないとかさ、なんか言うね、ちょっと頭のおかしいやつも、頭の変なやつもいるんだけどさ、あの、できないからね、普通ね。 あの、なんか、生半可なことやってるぐらいならね、あの、ゴードさんの、ね、言葉にこう影響を受けてね、あの、ちょっと頑張ってみるかってやるぐらいで、あの、ちょうどいいんですよ。あのもうこ、もう、僕も含めね、あの、根性なしじゃね、あの、根性なしがね、あの、ちょっと体動かしたぐらいじゃやっぱ体変わんないんですよ。だから、ゴードさんに憧れてね、 あの、トレーニングやるぐらいでね、あのー、まあ、ちょうどいい強度になるんですよ。だって、ね、どんなに頑張ったって、ゴードさんと同じ強,強度でさ、一回、一日だけできたとしても一年中できないですからね、あんなの。絶対ぶっ壊れるかね、あのー、もう、精神を病むかね、あのー、体壊すかの、ね、どれかだと思いますよ、あれ、本当に。 それをもうね、一年中もう何十年もやってるわけですからね。あの、本当にもう、本当に偉大な選手なんですよね。<laughs> うん。でもう、もう十、十五分も喋ってた。まあ、こんな感じですよ。あの、またね、あの、またちょっと、他の選手についてもね、触れていこうと思うんで、あの、ぜひ、楽しみにしててください。以上です。